ちは、シナル TVC 凌介です。本日もアコーディアガーデン茅ヶ崎さんにお邪魔をして撮影をさせていただいております。いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク明け初っ端、はい、今日は何がいきますでしょうか。今日はリクエストの方これです。ほい、マスターゴルフ JMH2 アイアンといいます。いやー、いい音。JM は JM ない。ジャンボ&増田さん。H2 は H2 はハーフキャビティの2代目モデルっていう。まあ時間があった出るのに。なんだ。6年前にファストマッスルっていうマッスルバックのモデルが出て、はい、で近年はラインナップがマッスルしかないっていう。去年のゴルフフェアでもうそこそここれに近いものが出品されてたんだけど、まあそこからやり直し。こだわりの詰まったアイアンってことですね。まあほら10年20年売るからさ、向こうそう時間かかるんです。でも顔はいわゆる増田さんっぽい。それこそファストマッスルから流れてもそんなに違和感ないでしょっていう感じの顔ですね。頂点ちょっと止まってる。ジャンボ尾崎監修モデルでございます。あのジャンボ尾崎さん直々の真っ黒いヘッドはテレビの仕事であれ、ね、みんなあんまり知らないと思うんだけど、マスターゴルフとジャンボさん契約しててクラブ開発アドバイザー契約っていうのやってて、まあ、ジャンボさんは基本的にクラブ何でも使えるんだけど、マスターゴルフのクラブはジャンボさんが全て、まあ、監修というかアドバイスしますという、一応そういう定義になっております。じゃあ一応このアイアンはジャンボさんの号が出たの。もちろんもちろん。この間ね、ジャンガーチャンネルで、はい、ジャンボさんとかにジャンボさん用のこのアイアンを持ってってたよ。いい音。いい音。シャフトがね、125なんだけど、はい、なかなかの重量級でございます。ちょっと重たい、うん。あの第一印象と違って若干柔らかいです。最初一発目見た時、あれちょっと固めなの固めなの固めて言っていいのと思ったら見張ってたら違った。大丈夫、柔らかかった。素直な感想を述べてください。ちょっと薄かったね。ちょっと下目に当たった時にちょっと勝ちっていう。結構みんなツアープロはあのくらいの感じで打ってる。もうちょいかな、もうちょい。あのくらいでもさ、ツアープロはさ、上からの打倒でさ、しっかり距離出るよね。僕があのゴールデンウィークツアー上げて疲れてるっていうのがあるかもしれません。今日飛ばすクラブたくさんあるよ。あんま厚めに当てる印象ないんだよ。ナイスボール。でも一般アマチュアがプロみたいなの下目の打点で打ったら飛ばないよ。5ヤード10ヤード落ちるよやっぱり、うん、あれはプロならではの技だと。女子プロはやっぱりもうちょっと厚めに入れるじゃんね。いい音ですよ。まあ、本当に軟鉄鍛造の音がですね、割とふわって右に行く感じが、スペース開いてるんだろうなと思って。やっぱり開いてるのよね。ちょっと重長感ありますよね、うん、どんくらいだろう。他社でいうと B790 とかホットメタルとかミズノとそのくらいのなんか重長感ありますけどね。割とネックのこの感じはなんかいかにも捕まえてくれるのかなっていう進む感じがするんですけど、打ってみると思いのほかファッと右に行く感じがあって、うわすごい。これはいいね。ちゃんと捕まえました。左には行きませんっていう。6180回転、
でちゃんと捕まえてあげると、あ、柔らかいねっていう打感がすごいするんで。なるほどね。あ、距離も、うん、番手かける900弱距離出るね。距離出る、うん、そんな風に見えないけどね。ふわっと上がるけどね。結構綺麗な顔ですよ。あと球は上がりやすいなっていう感じがしますけど、ね、分読的には32度ぐらいなんじゃないんですか。2度とか3度とかロフト多めには見えます。最近調子いいからね、分度器精密な分度器なんと今回31度でございます。あ、であればロフトがすごい多く見える。なんか31って言われなかったら多分全然。そこがマスダゴルフならではじゃないですか。見せ方が綺麗なんだなって。マスダゴルフでここまでロフトが立ったのは初めてかもね。マスダ初のストロングロフトかもしれない。32度って言われても全然 何にも違和感ない、うん、この球の上がり方とかこのスピンの入り方とか32、3度の球質なんです ですよ、ね、でもね、距離はね、出てるの。ほら、165とかでしょ、うん、あとちょっと気になったのがなんとなくなんですけどソールが見たことある感じ。なんか山形ソールな感じ。なんとなくなんですけどどっかで見たことがあるなでもこれもプロのリクエストってことでしょ。まあこう打ち込んでってちゃんとそこでスッて抜けてくれるっていう。わかんないけど何年も前、そこまで前じゃないか、数年ぐらい前から増田さんのそのファストマッスルがそういうとんがりソールになってるのを俺見たことあるから。増田さんのなってる。じゃあ研究を増田さん自体がされてる。だから それなりにそのとんがりソールを研究してとんがりソールを採用したってことだと思う。当たるよね、前のあのとんがりが。実際でもこう入れた時にそこからスッて抜ける感じは僕は好きなんですけど、だからほら松山秀樹さんはそこ削ってるっていうし、まあ好き好きなんだろうなって。この間ね、和宝さんこと岩尾源一プロと話した時に、はい、スリクソン使ってるツアープロの男子よ、その何人かはあの三角ソールだとあのフェードが打ちづらいって言ってる人たちが一定数いるんだって。でこれはどういうことかっていうと、まあ、石井さんは分かると思うんだけど、あのバウンスが当たってちょっと閉じるような動きになりやすいから、それで思ったようなフェードが打てないなっていうプロが、それ男子ツアープロの話よ、一定数いるんだって。でそれもちょっと面白いなと思ったけどね。まあ、でもこう前にこう立っちゃうから球が強くなっちゃうっていうふうに言う人はいるって聞いた。それね、あのゴルフフェースの山崎さんにその話したら、スリクさんはヒール結構落としてるからそこまでじゃないと思うって話した。ヒール落とさずにそのびっちりやるとこういうその閉じる動きがちょっとそう強くなるっていう話してた。スリクソン、そう考えたら歴代結構本当にソールのこの部分だけないですよね。そう一段隠して落ちてて、あそこ優しさを醸す上で大事なんだけど、まあ、あえて取ってソールの機能を生かしてるっていう感じだった。逆にほらあの三浦義元さんなんかこのソールのところでこう、ね、ヒールで当てる当てないっていう話があって、あれだから多分ちょっと捕まえる感じをイメージしてんだと思う。笹生さんはそこを削って落としてるっていう話ですね。おー、そうなんだこれ結構いい話だね。タイガーはないですね。タイガーはかかとがなきゃダメだっていう話は聞いたことがあります。それからほらフラットソールじゃん、うんうん、いい気持ちで当てられるんだと思う。タイガーは地面に当ててそのリアクションでなんだっけ、地面と会話をするんでしょおお、タイガーの話ちょっとしたいけどライブ配信しようかなこの話いやでもね、結構大物感を感じるんです。だから、うん、捕まえられない人はちょっと頑張らないとフェースが開くかもしれない。それ125で結構しっかりしてて俺も重みを感じたので、うん、少しシャフトで工夫してもいいかなと。組み合わせの妙って感じがします、うん、いやいいね。俺ケースはあんま好きじゃないけどケースとか合いそうよ、意外と。ちゃんとしっかり捕まえていいスイングするとおっこれだってこうなんか褒めてもらってる感じがする。120とかね、あと何でしょうね、あ
のその辺が面白いかもしれない。1、2号入れるとちょっとお腹に力を入れないといけない感じ。いいね、今ちょっと厚めだったけど、うん、しっかり何の問題もなく、はい、ナイスショットになりました。まあ慣れだと思います。ちょっと開く気がするなって思うのは、まあでも慣れてきたかなっていうところですね。さすがです。でも球はとにかく上がりやすくて、スペックかな。まあちゃんとフィッティングして選んでほしいかもしれない。吊るしのいいクラブじゃないです。荷重心ドライバーにある。ああ、つかまり度合いをうまくこう微調整できれば面白いんじゃないですか。いやー、これはいいね。これは本当に本当に南鉄炭造のハーフキャビティとかマッスルとかの球質でございますな。アスナルクラブってさ、意外とクイーンってならないのよね、あのフェースが、ね、ま、ファストマッスルすら意外とならない。ファストマッスルのイメージすごい良かったですもんね。めっちゃシャープに見えて重心距離短いんだけど、あれフェースめき安定するねっていう感じなの。芯に当たりやすい。そうそうそう。いや、割とインテンションなことはしやすいし、ね、うん、今日ね、実は7番しか用意してないんですよ、はい、本当はね、下の番手とか上の番手とか4番も用意あのまでラインナップされてるので、うん、フェードいいフェードいいフェード何にせよ、シャフトが重いそうだよね、うん、これでも、マスダのなんていうかな、普通に組んでる工場で組んでるやつで、要するにツアープロに出してるやつもこういう組み方してるから、もう悪いはずはないんだけど、ちょっとハードしよう。やっぱりちょっとこうグースのグースっていうか、このネックのこう懐って言ったらいいんですかね。ここすごいこうやっぱ特徴があるなと思っていて、やっぱりこう近年あまりこういうクラブねなかったなって思うので、球をこう捕まえてくれるっていうか、ちょっとヒール側に構えたくなるような。そこがそのヒール部分のあのグワっていうのがちょっと強調されると、なんかヘッドがさ、その左向きにグワンって行きそうな感じがするんだけど、それがないのが結構特徴ですよね。あとバックフェースちょっと見てほしいんですけど、中空っぽい、いやいやいや中空じゃないよ、このへこんでるキャビティ。そう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 、これね、何を隠すと南鉄炭造一体成形なんですけど、一応そこら辺には機械加工して、ポケット、うん、ポケットですね、優しくしているという、うん、中空は訂正ね。ちょっとは優しさを感じます。普通の何と比べて、ただ普通の750ミリぐらいの南鉄炭造のハーフキャビティ、はい、割とでもこうなんだろうな、金属感の方が感じるんで、うん、大きめブリヂストンのあの222プラスみたいな、うんうん、あヘッド大き、ヘッド大きめ、背中感もいい、アイアンっていうのがこう何ていうかな、戦う場所なのかなっていう感じ。なるほどね。あの打ってると、でも優しさよりも何か答え合わせされてる感じがします。お前ちゃんと打ててるのかっていうのマサさんが横で、この間工場見学に、テレビで工場見学に行ったばっかりだからね、行ったそのね下手なことは言えないこう打って、うん、それでいいよってこう言われてる気がする感じまだまだだなって言われてる感じがね。いやいや、松田さん優しいですよ。そんなこと言わないですよ、松田さんは。言わないけど、石井君うまいねって言ってくれますけど。あのテレビは良かったね。俺は感動的だったよ。第1回がね、松田ゴルフでしたね。ひたすら松田裕二がジャンボ愛をテレビで語るっていう本当に感動的だった。あの収録はあれの本当10倍以上喋ってますから、松田さんが。ジャンボさん、ジャンボ愛を喋ってますから、もう本当にかいつまんであれだけで、うん、それも10年以上の付き合いだけど、ずーっとジャンボさんがいかにすごいかっていうのを教えてもらってる。僕はだ、まあ、あくまでほら矢作さんの冠番組なんで、矢作さんが喋っていただくために僕は喋ってて、僕のアスカットされて、ま、やね、矢作さんが喋るっていう構図になってますけど、うん、僕と増田さんはあの10倍以上喋ってますから矢作さんがジャンボさんのことをよくご存知だったんで、うん、それが良かったよね、はい、うん、
そんなすごい人なんですかじゃなくて、ジャンボさんかっこいいっすよねみたいな感じで来てたから、あの面白かったよ。俺はジャンボ軍団だったんですけど、ね、あのまだ見てない方は YouTube に多分上がってると思うんで、はい、よかったら見てください。昔からやってるまであの人も、でもそんなに、うん、インテンショナルな かけてもそんなに曲がんないっていうか、そういう意味で言うと優しいっていう表現になるのかもしれない。直進性が高い、高い、あの曲げたいんだけどそんなに大きく曲がらない、うん、でもインテンショナルなことはできる、うん、だからそのちょっと芯外してキュイーンっていっちゃうタイプではないなっていう感じがします。操作はできるけど曲げ幅少なめ、いい ね明らかに捕まえた時の打感がいい、プロモデルの球質になるね、うん、なんかこうちょっと吸いつくみたいな打感もあり、うん、で軽くちょっと弾いてくれるような感じもあり、ね、距離が結構あの球質でさ、うん、距離が出るのが面白いね。なんならこのほらグリップ作ってるところまで見ましたからねあれ企業秘密のはずなんだけどさ、サービス精神旺盛だからさ、ギリギリまで見せちゃうんだよねうん、いやでもマサさんのショールーム行くとちゃんと F1 用のタイヤ置いてあって、うん、でこれは何ですかっていう話ちゃんと左を入れて、モータースポーツ大好きやね。鈴鹿にバイクの試合見に、あのバイクのレース見にさ、バイクで行ったらしいよ、鈴鹿まで、鈴鹿までバイクで、忍者あの川崎があったよね、多分ハーレーじゃない、ハーレーダビッツさん、ボボ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 って言った収録の合間、矢作さんずっとバイクの話してましたさすがだね。多分なんかそういうのからアイデアを得てるんだと思うよ、バイクのレース見たりして。いやでも本当曲がんない、よかった、曲げられるけど大曲がりしない、ヘッドがこう安定する、フィルム出てますしね、でも打感は柔らかいよ。すげえ、もう170近く出てるじゃん。すごいね、やっぱりね。これ秘密にしときたかったんだけどさ、はい、これな、増田さんにちょっと聞いたのは、操作性とは何ぞやって話で、はい、フェースがこんなくるくる回るやつは操作性がいいとは言わないんだと。あの、まっすぐ安定してフェースが動くんだけど、よし、いざ曲げたいときにはグッと曲がるのが操作性がいいってことだっていう。僕さっき結構正解に近いこと言ってますよね。そう言ってますよね、うん、石井さんのコメント聞いてね、それを思い出しましたよ。よかったよかった、まあ、つい最近ね、見学に行ったばっかりですからねよかったよかった、うん、ちなみにこれは俺の動画チャンネルで言いたかった秘密の情報だったんだけど、うん、お値段は何、値段金なんの、ね、お値段はでも、まあ、安いはずはないよな。お値段は聞いてないでしょ。聞いてない、1本2万5千ぐらい。基本は6本5、6、7、8、9、P とかじゃないですか、ね、6本で5から P で、20万5920円、1本あたり34,320円。まあまあまあ、そんなもんするよ、それは、うん、いいものを使ってれば、ね、今やっぱみんな高くなってるしね、うんうん、いやいい球ね、すごいね、あの球質ね、うん、マッスルの球質じゃんね、これいいっす、で距離が出るし、距離出る、意外とやっぱいいな、うん、ちゃんと振ったら振っただけ出る、うん、なんかケコーンって飛ぶのかと思ったらやっぱり全然そんなことないね、31度でもやっぱりアイアンっぽい飛び方するね、ちゃんとボールを潰せたっていうか、まあ、あの答え合わせ的にいいですねって時にはすごい高いよくて、ちょっと芯外すとちょっと違うよっていうこうあるやっぱりフェースが大きくても若干硬くなる場所があって、それでも一応そこそこ活かしてくれるんだけど、結果じゃバレないんだけど、ゴルファーには違うよとしてくれる感じがする。結果は変わんないけど、うん、あの打った人は分かるっていう、そう、結果はだからもう周りから見たら、ナショー、アウンライソーンっていう結果なんですけど、それも増田さんに聞いたことあるわ、うん、縦距離安定してる、おお、めっちゃいい球めくれた、いいっすね
終わりますか。素晴らしい。なんかただただ褒めて終わるだけです。大丈夫ですか。なんかじゃあ会わない人もしいるとしたらどうですか。これ、まあ、このシャフトがよね。だからこれ純正あ全然あのシャフト何でも金属とかカーボン入れれば、うん、ヘッドの良さはまあね感じられるでしょう。950G1 ネオにするもよし、シールファイバーにするもよし、カーボンにするもよし、何でもできると思いますよ。マッスルバックを普段使っていて球をもっと大きく曲げるタイプの人からしたら曲がらないっていうかもしれない。なるほどね。逆にこんな曲がんないクラブ使えないよ。もっとヘッドが大きいの普段使ってる人がだからこういうシャープなクラブを入門っていうか憧れてるっていう人にはうわもうどうぞウェルカムって感じがします。だからなんかこう90を切ったんで操作性のいいクラブが欲しいと思うんですけどって言ってなんかすごい難しい方に行き過ぎて失敗するじゃないですか。行っちゃう行っちゃう。マスカットね。そうそう。その前にちょっとワークションね。一回 このクラブに教えてもらいなさいっていう感じ。90切るとまあさやっぱ勘違いするよね。あでやっぱ上級者モデル買っちゃうよね。90切ったらご褒美に買う。俺も買ったな。あとはファストマッスルを使ってたんだけどちょっとそろそろ体力的にきつくなってきたなっていう方はこっちでいいじゃないですか。飛ぶクラブじゃないからね、うん、ファストマッスルはね。なんか風にも強そうですしね、うん、今のところあまり弱点が見当たらないです。スピンも安定して入ってるんだよね。ずっと縦距離31度ってあの JPX と同じ JPX の工事度と同じロフト設定なんだけど距離はそんな変わらないんだけどスピンの入り方がやっぱりちょっと全然、うん、あのこっちの方が入る感じ、うんうん、ちょっと速度落として、うん、はい上がる。おお落としたなりにいい球が出ます。40とか、うん、45とかじゃないですか。142、うん、そうでスピンはね、5700。おお入るね、うん、すごいね、入るね。だよね。なんか前も増田さんドライバーの時にヘッドスピードに合わせたスピンがね、オートマチックにちゃんと入るみたいな。なんか秘密があるんでしょうな。変わんない。でも速度落としても打感の良さは変わんないです、うん、あのね、速度落としてもスピンが入るんだよ。安定してる、距離も同じ、うん、バーンってかける800強ぐらい、うん、あとなんとなくスコアラインの一番下の部分のここがエリアが広い気もする、うん、もうちょっとここね隙間がないモデルが多いなっていう中で2本目ぐらいで、その辺はソウルとの兼ね合いもひょっとしたらあるかもしれないですね。買えないんでしょ、でも。ん？今、まだ。ネットじゃ買えない。まだ発売はしてるんですか？発売はしてる。初期ロットがもうすぐ完売ぐらいの感じだったから。でも大丈夫、断続的に入ってくるから。うん、まあ長いご商売ですよね。本当に柔らかいな。そう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 。向こう5年は確実に売ると思うので。うん、いやいや、とても。いや変わらん。とても打感いいし。安定してる。距離安定するし、こうやっぱジャンボ監修、ジャンボのエッセンスが、ノウハウが入ってるんだと思いますよ。競技ゴルフデビューしてきた人もいいと思いますし、これバッグに入ってたらおおってちょっと思うもんね。ただもんじゃない感じするもんね、うん、もう持ってんだもう持ってんだですよね。もう持ってんだ、はい、素晴らしい。じゃあよくできてますね。さすがですね、うん、あの何よりこのネックのこのつながり方がすごい綺麗だなと思って今ずっと目で見て楽しんでおります。あと頼めば仕上げが変わったりとかできる。そうそう、それが多分銅メッキとか、あと、まあ、色変えたりとか黒いやつもう多分できると思います。あの色入れをしてるところも見ましたからお金を出せばレーザー彫刻でなんかもう一刻印入れてもらったりとか、ね、そうですね、レーザー彫刻でこねりなんか、あとそこの増田ゴルフのところにあのまさしのまさって書いてあるあの特別バージョンは売ってないけどひょっとしたら売るレプリカとしてかもしれない。そうするとジャンボモデルって分かんないけど、まあ、あったとしても数量限定じゃないですか。
あったとしてもそれ使いこなすのに貫禄が必要だよねちょっとねちょっとね、うん、ちょっとでもそういう話もちょっとあるあでブラックオキサイドかな、うん、黒染めかな、うん、と銅メッキのモデルが選べる、うん、ブラックフィニッシュだって PVD だ、うん、いやいやでもこれはぜひ、はいまあ、気になる方も多いとは思いますけどそうですね、はい、お試しいただきたいと思います。ぜひご検討ください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。